大相撲春場所、初日イコール10日、エディオン・ヤリーナ大阪。部屋の存続問題に揺れる宮城野部屋の力士は厳しい初日となった。白星は最重量で初めて曲げを言った白王報。20、と序二段の黒熊、黒影、26、だけで、2勝7敗。部屋付きから師匠代行を任された玉垣親方、元小結友の花、が、朝稽古で、 こういう時期だからこそ、気迫ある相撲を取ろう、と訓示も実らなかった。師匠から外れた宮城の親方、元横綱白鵬、はこの日、午前中に現れると記者クラブ担当として初場所と同じように業務をこなしたが、力士たちはいつもの場所と違うでしょうね。相撲に専念できなくて、と玉垣親方。いろんなことを考えたりしないように、 気持ちを切り替えられる言葉を自分なりに精一杯伝えたんですけど、と、ぐったりした様子で初日を振り返った。勝負審判に入った玉垣親方の眼前で敗れた、東幕下38枚目の大谷、24、は、お客さんから、普通の場所と違う目で見られている感じ。誰が悪いとかではなく、部屋で集団生活している上で連帯責任がありますし、受け止めてやっていくしかない。 トトロ。他の力士についても部屋で色々ありましたし、モチベーションが下がっていた人、ナーバスになる人もいたと思う、と代弁した。初めて部屋を預かる玉垣親方は、アドバイスして勝てれば、稽古はいりませんよ。師匠をまだ2週間しか経験していないですけど、大変ですよね。こういう問題が起こったら責任を負わないといけないし、辛いですね、と難しさを痛感。 場所後の宮城野部屋の運営については所属する伊勢ヶ浜一門で話し合われ、新理事となる浅香山親方、元大関海王がこの日、執行部に複数案を提出した。一部のアンチ白鵬の不信感は強く、部屋の一時閉鎖は避けられない情勢だ。